今日のトピックです。伊達市の柳川工業団地には落ち武者が出るという噂があります。果たして本当に出るのでしょうか。取材してきました。ここが落ち武者が目撃されると噂されている柳川工業団地です。それでは通行人の方にお話を聞いていきたいと思います。知り合いから聞いた話なんですが、夜仕事から帰るときにどこからともなく馬の足音が聞こえてきて、それは何か落ち武者のようだったっていう話は聞いたことがあるんですが。聞いたことない。本当にどこに一体なんで落ちてしまったのでしょうか。早く成仏してもらいたいものですね。以上トピックでした。